朝香ふさは愛知県半田町出身の医療社会事業家で日本における医療ソーシャルワーカーの先駆者である。愛知県半田町に父、小栗富次郎と母、茂の次女として生まれた。旧生命は小栗進向と言い,い、朝香ふさという氏名は結婚後に名乗っている。小栗富次郎は酒造、海運、金融業で財を成した家柄で豪商として名を馳せた。 13歳で日本女子大学附属高等女学校に入学した、後日本女子大学へ進学した。浅香は母親の女性の幸福は結婚や家庭にあるという考え方に反駁していた。陸軍の飛行教官であった長兄の常太郎がニューヨークで三井家の飛行士として赴任するにあたって父親に自家判し、浅香も同行することを決めた。しかし、渡米後、 経済状況の悪化により、兄の仕事は立ち消えとなり、帰国することになる。朝香はアメリカに残ることを希望し、兄の計らいによりボストン在住のリーランドの支援を受け、アメリカでの滞在を継続することにした。朝香は、返答船の適出手術をきっかけに人に尽くす仕事がしたいと考え、社会事業に関心を持ち、1924年に、 シモンズ大学社会事業大学院に入学した。在学中にアメリカで最初に病院に医療社会事業を導入したマサチューセッツ総合病院医師のキャボットとの出会いが医療社会事業化を志すきっかけとなった。その後、ハーバード大学教育大学院で幼児教育を1年間学んだ。1901年に開設されたセール科病院は 当時の日本にはない先進的な医療体制、医療環境を整える病院として知られていた。朝香は病院を設立した同病院院長のトイスラーにニューヨークで面会し、セールカ病院に入職することになった。1929年アメリカから帰国し、セールカ病院に新たに開設した医療社会事業部に入職した。医療社会事業は20世紀初頭に イギリス、アメリカ、フランスなどで始まり、当時の日本での取り組みはなく、朝香により、日本で初めて欧米で発展した理念に基づく医療社会事業が導入された。医療社会事業部では、チャリティクリニックという貧しい患者を対象とした無料、定額の診療事業が行われた。一定のベッド数がチャリティクリニックのために確保されていた。社会事業部は、 次第に発展し、スタッフ10人を要する部署となり、1933年には作業治療部が作られ、リハビリテーションやグループワークにも取り組んだが、戦前の病院社会事業はセールカ病院に泊まり、他の医療機関への展開はなかった。1938年朝川は衆議院議員の朝川長兵衛と結婚して、セールカ病院を退職し、 医療社会事業家としての経歴にも終止符が打たれた。しかし、1945年に長米は死去する。浅川は、医療ソーシャルワーカーとして働くと同時に、女性参政権獲得運動にも参加した。不戦獲得同盟の東京支部の役員として、市川夫妻らと共に活動した。女性参政権獲得運動から、母性保護運動も派生して生まれたが、その背景には、 生活の困窮による母子心中が多発したことがあった。運動は1937年母子保護法の制定として実を結んだ。浅川はその後も日本における医療社会事業の発展に研究者、教員として貢献しながら社会活動への参画を続けたが、それはケースワーカーは社会政策への発言者であるという信念に基づくものであった。 朝日訴訟では、原告を支援する募金活動や署名活動にも積極的に参加し、1961年の第二、新では朝日主ゲルの証人として証言した。証言では、結核患者の療養援助が不十分である現状を示し、療養適応や構成意欲を阻む生活保護基準であることをケースワークの視点から述べた。1947年、 厚生省児童局職宅として GHQ に対する障害や児童相談所の指導を行った。そばで児童福祉に関する著作の観光に携わったり、自身も単調を上司する。1953年には中部社会事業短期大学の開学と同時に教員に着任した。ありがとうございます。